はい、それでは今回もワールドウォー2ロンドンドックスでハードポイントモードやります。最近チームデスマッチよりハードポイントモードばっかりやってて、地点を取んないとまあスコアが稼げないモードだから、あんまりイモイモする敵も少なくて、とつってくる敵が多い。で、銃撃戦が起きやすい、熱いモードなんで、最近こればっかやってます。で、使う武器は、気候のどれだっけ、これだ。気候プレステージ武器のエピック武器、ヒトラーの電動ノコギリに、クリプトカクマガのスコープでやっていきます。この武器ね、すんげえ強いからね、使ってほしい、いろんな人に。これ本当に強いから。ブレがね、ブレというかね、反動がほとんどないというか、本当にない、反動ほとんど。で、ハードポイント、エリアの移行地点も把握しといた方が強いんだけど、まだ覚えてないよ。エリア移行地点、ここが一番守りにくいと思うんだけど。青、そっち。四方八方から敵来るからな、今の場所。で、多分次向こうだったよな。こっちだ。ほい。危ない。おお、二人。ちょ、体力回復はちゃんと。モロトフ。モロトフ。ハードポイントモードのモロトフは強い。あー、ダメだった。ハードポイント、どうしてもマップ見すぎちゃうんだよな。オッケー。あ、てかスコープこんなにエイムヒュンヒュンいったか。オッケー、オッケー。さあ、移動移動。敵がもう先回りしてるっていうね。仲間がやってくれる。人がとにかく集中しやすいから、爆弾とか投下するストリーク系強い。で、火炎瓶で通せんぼしたり。火炎瓶ね、ハードポイントモード強い。やってくれる。ほい。貫通しないか。まだいた。て、爆撃がすげえ。次こっちだな、確か。まだね、プレステージして間もないからね、できればあの解放者使いたいんだけどね、解放者まだ使えないんだよな。え、ちょっとリロードしたい、リロードしたい、リロードしたい。 UAV ちょっと回線がよろしくないな。ほい。後ろから一人来てるな。オッケー。入ってきてるよ。オッケー。ああ、ダメか。航空機の音がすげえ。次確かこっちじゃなかったっけな。オッケー。ほい。この武器は近距離不向き、中遠距離、特に遠距離が強いんで。エリア欲しい。すげえ、エリア2分も取ってんだけど。オッケー。
ああ強い。テープ隊が、あ、そっちか。これまた元に戻ったね。ここ守りにくいからキルに回るか。こっちはリローディーン。あとはまあ通せんぼしたり。くそカインビンね、弱体化されて血殺力下がったからとハードポイントの当選簿ぐらいにしか使えないんだよな。すげえ後ろだこれ。あ、こっちか。どっちだ、こっちか。ほい、すげえ。ノーンUAV、 あ、もうダブルスコア以上差がついてる。次こっち。こっちか。よし、画面がもうグラグラ揺れて全然エイム当てらんない。あ、やばい。おっ、いてててて。オッケー、偵察機。いやね、絶対ね、チーディスよりね、こっちをね、おすすめしたいと思うな。あんまりワールド4-2、いいマップが少ないっていうのはもう、どうしようもないんで、なら別のモード遊んでみよう。モダンオフェア3の時はね、僕はあのドミネーションにすげえハマってたんだけど、そんな感じでもうチーティスが全てじゃないから、いろんなモード遊んでみよう。オッケー、バンバン来るな。ここで防衛しとけば。ああ、バッキー気がすげえ。火炎瓶、ほい。オッケー、入れて。なんか着弾に遅延があるのは気のせいじゃないな。次ここだ。ドドドド。オッケー、勝った。てなわけで、ハードポイントモード、打ち合い戦結構できるんで、今作ではチームデスマッチよりおすすめしたいと思います。それじゃあ今回はこんなところで。